2024年2月1日に PS5 向けに無料配信されたサイレントヒルシリーズの完全新作であるサイレントヒル・ザ・ショートメッセージ。一人称視点でゲームプレイが進行したり、主人公はティーンエイジャーだったりと、過去作にはなかった新しい試みがされている短編だ。しかも作品のテーマはセンシティブな扱いを要する自殺となっている。サイレントヒルシリーズは2022年10月の発表会で大体的に再始動することが明かされており、その中で複数のタイトルが発表されたが、本作はこれまで未発表だったタイトルであり、初のお披露目となる。先行して一部の情報が飛び交ったものの、かつての PT を彷彿とさせる電撃的な配信と言えるだろう。興味深いのが、本作がサイレントヒルシリーズのプロデューサーである岡本元医師がディレクター、プロデューサー、シナリオディレクターを兼任して担当している点である。もちろん、クリーチャーデザインには伊藤正宏氏、コンポーザーには山岡明氏が名を連ねている。こうしたシリーズ再始動の中心メンバーが主軸となって開発されていることを考えると、本作がただの新作ではなく、シリーズ再始動にあたり特別な立ち位置に存在する作品であることは明らかだろう。なお、開発はコナミデジタルエンターテインメントと大阪に拠点を置くヘキサドライブが中心を担っている。筆者は今回、サイレントヒル・ザ・ショートメッセージを冒頭からエンディングまで全編プレイすることができた。本作は短編作品であり、プレイ時間にして2時間弱程度のものだ。結論から言うと、今後のシリーズに期待を寄せるという意味では十分な役割を果たしている。興味深いのはティーンエイジャーを扱ったことやクリーチャーのデザインなど、これまでのシリーズと比較して新境地となる要素が見受けられる点である。ここからゲーム紹介と筆者の評価、最後に今後のシリーズの展開を考察してみたい。とはいえ、無料で配信されている以上、まずは事前情報なしでプレイしてみるのが一番だろう。本作の舞台は現代のドイツの架空の町、ケッテンシュタット市にある廃墟のマンション、ヴィラ。このマンションはもともと再開発計画があったのだが、金融危機と新型コロナウイルスによって計画は頓挫して、現在では廃墟と化しており、自殺の名所と化している場所だ。主人公である高校生のアニタは友人のマヤから見てもらいたいものがあるとして、このマンションに呼び出された。このマヤは、アニタと同世代という若さながら、グラフィティアーティストとして活躍している日本人であり、そんなマヤにアニタは羨望の念を抱いていた。マヤと会うべく薄暗く完全に朽ち果てたマンションを探索していくアニタ。そこにはマヤの姿は見つからないばかりか、悪口や悪態が書かれた付箋がびっしりと貼られた不気味な部屋にたどり着く。付箋に書かれている負け犬、ブサイクといった悪態の声が響き渡り、さらにはカミソリを持ち、それを手首に当てようとするアニタ自身の過去の映像がフラッシュバックする。そんな混乱するアニタにクリーチャーが襲いかかる。それは桜の花が擬人化したような奇妙な存在だった。本作のゲームプレイは一人称視点で進行する。アンリアルエンジンによるグラフィック、とりわけ世界観を表現する小物などのアセットは作り込まれている。そしてシリーズを象徴する錆びた鉄製のフェンスや血にまみれた無機質な裏世界も登場するが、前述した付箋と組み合わされて従来の裏世界の描写にとらわれない悪夢的光景となっている。従来作にとらわれない描写は他にもある。クリーチャーが近づいた時に発するラジオのノイズは、本作ではスマホ画面が乱れることに置き換えられており、一部カットシーンは CG に加えて実写映像が使われている。サイレントヒルシリーズといえば、パズルや謎解きに歯応えがあったり、意図的に迷うことの多いマップデザインだったりする特徴があったが、本作は全般的にカジュアルに作られており、テンポが良い。多少の謎解きはあるものの、ほとんど迷うことなく進めることができるだろう。アイテムを管理するインベントリはなく、銃や鉄パイプは登場しない。戦うことができず、探索と逃走がメインなので、ウォーキングシミュレーターとしての傾向が強い作品と言えるだろう。本作のサイレントヒルシリーズとして新境地を象徴するものは、伊藤正宏氏がデザインを手掛けたクリーチャーだろう。これまでレッドピラミッドシングを代表するように無機質と生物的なものが融合したデザインやバブルヘッドナースのような戦場的なクリーチャーがあったが、本作に登場する唯一のこのクリーチャーは桜の花がモチーフになっており、有機的かつ植物的な不気味さがありつつ、どこか可愛らしさもある。そして音楽に関しては、特にシンプルなリズムを周期的に繰り返す楽曲が秀逸だ。
ゲームとの相乗効果によって何かが起こりそうな予兆を感じさせるものとなっており、改めて山岡明氏が世界最高峰のコンポーザーであることに気づかされた。さて、本作はネグレクト、家庭内暴力、孤独、いじめ、自殺、自傷、トラウマといったテーマが全編にわたって散りばめられており、とりわけ自殺に関してはゲーム冒頭に自殺防止のガイドラインが表示されるほど慎重に扱われている。ここで思い出すのはやはりサイレントヒル2である。もともとシリーズ第1作は優れたホラーとして出発しているが、サイレントヒル2では主人公が持つ苦悩をシリアスに追求したことでビデオゲームが描く物語表現そのものを開拓した。サイレントヒル2はメンタルヘルスを扱うビデオゲームの記念碑的作品であり、現代ゲームという視点でも完全に先駆けていたと言える。この観点から言えば、自殺や自傷をテーマに選んでいることは紛れもなくサイレントヒルシリーズの本質的な要素の延長線上に本作が存在することがわかる。そしてその帰結として従来作品のような成人ではなく若者が主人公であること、しかも SNS やメッセンジャーアプリなども登場させつつ、モラルハラスメントにフォーカスを当てている点は現代的と感じさせるものだ。こうした若者の生きづらさを描く点へと物語を拡充したのはシリーズファンとしては納得感の高いものであった。そして本作は死を経てもなお物語が展開し続いていく。ここからはこれまでのシリーズを超越するという宣言的なメッセージすら読み取れるだろう。つまるところ本作の自殺はストーリーが扱う内容そのものだけでなく、ストーリーテリングのギミックでもある。サイレントヒルシリーズはマルチエンディングであり、その中にはキャラクターの死や自殺によって終わるエンディングもあった。だが本作の死を繰り返す展開は従来のサイレントヒルを乗り越えるという野心を感じさせる。サイレントヒルシリーズらしい恐怖と残酷さ、そして美しさに浸れる本作だが、終盤のクリーチャーから逃げることがひたすら続く展開に関しては、これが物語と連動した意図的なゲームデザインであることは理解できるものの、ゲーム全体の基調からすると少々浮いている印象だった。最後にゲーム本編の物語とは直接的には関係ないが、サイレントヒルシリーズについての考察をしてみたい。筆者の見立てでは、サイレントヒルシリーズは今後これまでとは異なる展開を目指しているのかもしれないように思う。というのも、ゲーム中のアーカイブには過去の事件に言及する興味深いテキストドキュメントがあるからだ。そのドキュメントの内容を要約すると、霧がないのにもかかわらず霧が見えると報告する人が世界各地に現れている。その症状はアメリカのサイレントヒルという街で大量に現れたことからサイレントヒル現象と呼ばれているというものである。これをどう解釈すればいいのかは意見が分かれるところだが、素直に読み取ればサイレントヒルで起きた異常現象が世界各地で起きており、本作はその一部でしかないということだろう。つまり本作のドイツが舞台というのは世界観を理解する鍵の一つだったわけである。サイレントヒル現象という従来にはなかった用語概念はシリーズを再始動させるにあたり世界観を再定義する試みとしては理解できる。もしかすると今後のサイレントヒルはユニバース的な枠組みなのかもしれない。とはいえ、少なくとも記事執筆時点ではこうした考察に明白な答えは出ない。本作のサブタイトルとなっているショートメッセージとは、ゲームのエンディングまで物語を進めていくとその言葉が象徴する意味は明白に理解できるはずだ。そして本作は同時にサイレントヒル宣言としてのコナミからのショートメッセージでもある。